イノコンチャンネルスタート。はい、皆さんこんばんは。イノリンこと橋本イノリです。ということで本日はですね、シーンさんで爆買いしました。はい、もういつも通りのあの動画なんですけど、今回はですね、ケアベアの新商品が出たということで、去年もね、あのケアベアのコラボ商品が結構出てて購入したんですけど、今回もバッチバチ可愛いケアベアの商品がたくさん出てたので、たくさん購入しましたので、皆さんぜひ見ていただけたらなと思います。ケアベア以外のね商品もあの購入はしているので、そちらもよかったら注目してみてください。もう今の時点で可愛いだよね。やばすぎる。いやマジでこれやばくない？はいはい、それではどうぞ。イノコンチャンネル、こちらシーンケアベアプラス文字&漫画模様ドロップショルダーシャツ1561円の 4XL サイズと、シーン X ケアベアプラスハート&文字のグラフィック、すりつけ柄ヘムデニムショートパンツ1741円の 2XL サイズと、シーン X ケアベア漫画&文字グラフィック刺繍バケットハット522円の3点です。こちらでコーディネートしてみました。いかがでしょうか。もうこの柄シャツがユニコーンの浮き輪に乗ってるんですけど、もう大好きなケアベアとこのユニコーンのコラボと、このパンツ見てください。めっちゃ可愛くないですか、この柄。もうめっちゃドツボで購入しました。ちょっとね、バケハが出したばっかりちょっと形が変だったんですけど、これねリバーシブルになっていて、こちらの黒もで、中の柄見て、もうめっちゃ可愛くない。もう最高だなと思って購入しました。これね、ズボン 2XL ね、ちょっときついかなって感じだったので、3XL でもいいかなって感じでしたね。で、このね、シャツはね、あえて 4XL サイズにしたんですけど、大きく着れて、あのね、ワンピ系でも着れるので、夏に最適だなって思いました。かわいい。こちら、シーンケアベアプラス漫画グラフィッククロップシャツ&ドローストリングウエストショートパンツ、2445円の 2XL サイズです。これはすごいあの部屋着とかちょっとどっか出かけるとき、あのコンビニぐらいのときにいいなと思って購入しました。私こういうあのセットアップで上下分かれてるやつがすごく好きなんですけど、これねちょっと上上げすぎるとね、インナーが見えてしまうんですけども、そんなね上げることないと思うので、普通にあのカバーされていて、生地感もなんていうのちょっと厚めで、あの着やすかったので、そのペラペラ感もなくすごく良かったです。可愛くない？なんかこの真正面に成立してる感じのこのケアベアが可愛いですよね。お気に入りです。こちらシーンケアベアプラス漫画グラフィック T シャツ&格子縞プリントドローストリングウエストショートパンツ PGA セット2147円の 2XL サイズと、ケアベア漫画風クマパッチデコレーションスリッパ969円の CN39 から40サイズです。こちらですね、パジャマですね。とっても可愛くて、私こういう色合いが大好きなんですよ。ミントグリーンとかパステルの色味が好きなので、もうこれは買いと思って買いました。上下置かれてるのがね、さっきも好きって言った感じで好きなんですけど、すごく良くて、でこのスリッパーも見た瞬間買いと思って買いました。もうプリプリですごくいいです。そしてこちらがですね、シーンケアベアスイカ&ユニコーンパターンエコバッグ723円なんですけど、これさっき着たシャツの柄ですかねのエコバッグで、すごくね可愛くって、横にでかくていろんなものが入るなっていう印象でした。私あのエコバッグ何個持ってても本当に困らないので、これはもう可愛くて、もうパジャマでね、これでもう最高でしょ。私これでコンビニ行っちゃいます。はい、可愛いのでぜひ皆さん真似てね。こちらプラスコントラストバイニングコールドショルダーフリルトリムドレス1480円の 2XL サイズです。可愛くてね購入したんですけど、ちょっとね届いた段階ではシワ、折りじわが目立つので、お洗濯してね伸ばしてあげて着るといいかなって思います。この黒のねラインがすごくアクセントになっていて、この肩の部分のリボンもすごく可愛くてお気に入りです。で可愛くないですか。後ろもねしっかりやればいい感じで、でこのね黒なので、インナーもね黒を着ておけばあまり目立たないかなって思いました。すごく可愛いですよね。これが今インナー取ったバージョンなんですけど、すごい少女感が増しますよね、服に。夏とかね、ひまわり畑とかでね着るとすごくいいなって思いました。かわいい、おすすめです。じゃあ、行こう。
こちらシーインバキープラスオフショルダーフリムトリムクロップトップ&スカート1735円のサイクセールサイズです。こちらもですね、届いたまま着るとちょっとねオリジナルが目立つんですけど、まあ、伸ばして着ればすごく可愛いなと思いました。こういう感じのセットアップを1個持ってて、後ろが長い形フィッシュテールみたいなのを持ってなかったので購入してみたんですけども、サンダルとか履いてね、ちょっと南国みたいなところに行くときにいいかなって思いました。このね、後ろがマーメイドのやつがすごく可愛かったので買ってみました。そうですね、こうサンダルを履こうとしているんですけども、うまく履けなかったので、まあ、またねコーディネートしたらどっか SNS に載せたいと思います。可愛いですね。こちらシーンイージーウェアプラスコントラストバインディングトラッカーショートパンツ777円の 2XL サイズです。なんか SNS でなんか男が、女に履いてたらなんか一番いいものランキングみたいなやつでちょっと上位だったので買ってみたんですけど、ちょっとねおデブちゃんにはちょっと面白い感じになってしまうのかなっていう感じなんですけども、はい、へそも映ってるし、まあでも可愛いですね。パジャマとして着ます。こちらミニマリストカットアウトスポーツサンダル2066円の CN40 サイズです。私こういうねサンダルを去年買ってみて、すごくお気に入りだったのでシーンでもね買ってみようと思って購入してみました。ここもねすごく伸びてですね、痛い感じもなくスポッと履けてすごく便利だったので、今年の夏たくさん着たいと思います。はい、そして次がですね、プラスハートテープパネルクリールクロスバックに着てビキニトップスなんですけど、こちらプールの時にどうかなと思って2XL サイズ買ったんですけど、もう1サイズ大きい方がいいなって思いました。はい、そしてこちらですね、ケアベアの靴下ですね、2ペアクマパターンクルーソックス446円なんですけど、マジバッチ可愛かったから見てほしい。本当に可愛くて、こんな可愛い靴下、これね反対ちょっと履いてるんですけども、もう片方揃えても可愛いし、両方別で履いても可愛いんじゃないかって感じでした。そしてねこちらも購入しました。靴めっちゃ良かったです。最高でした。はい、ということでいかがでしたでしょうか。もうどれも可愛くて激ヤバだったんですけど、そうだな、私のお気に入りはこのやっぱ短パンと、靴もね夏っぽくてめっちゃ可愛かったです。ね、可愛いよねこれ、本当にすごいと思います。はい、ということでまたねぜひシーンさんに、ね、ケアベアとコラボしたら購入したいと思います。いや、これでも結構絞った方なんですよ。もっともっと欲しいのがあって、全部欲しいぐらいの勢いだったんですけど、絞りに絞ったやつでね、でもこういうシャツとかマジ持ってないからマジで嬉しいです。はい、ということで以上、いなりんこと橋本いなりでした。また見てね、バイバーイ。